はいみなさん、こんにちは。今回も、夢見の館、動物森、飛び森、やっていきたいと思います。今回はね、テディーベア村、こちらにね、遊びに行きたいと思います。名前の通り、テディーベアの村ですね。クマがたくさんいる的な、多分そんな感じだと思いますが、行ってきまーす。はーい、おはようございます。テディーベア、ベア、ベア。<laughs> はい、夢の世界、テディピア村ですね。雨が降ってるね。カニワクンや、とりあえずまずはね、まあ、なんか埋まってるかもしれないから、これだけね、いただいていきましょう。さあ、こんな感じの、テディーベア村ですね。綺麗なこのマイデザイン。これがね、一番の売りなのかな、多分。テディーベアが、ねえ、見えてますね。で、花がたくさん、ここ、植えてあって、これなんだ ソファーこれなんだじゃあわかんない。ごめんなさい。ちょっとわかんないんだけどね。で、ここにプレゼントがたくさんありますね。ちょっと見ていきましょう。まずこちら。アーガルハイソックスですね。 あーがるおーあーがるな感じだね。気分が上がるってね。<laughs> そして、水玉レインブーツ。レモンキンガムの傘星の髪飾りですね。あら、かわいい。ほら、これ。べそしたらね、えー、村を見ていきましょう。こんな感じです。まず一番上が、ラさんの家。そして、その下が、なこくんの家。そして、花ちゃんの家と、そんな感じになってますね。上から順に見に行けばいいのかなそれじゃあ、こっち側から見ていきましょう。ん カウです。わかんない、今日。なんか書いてあるね。あー、そして橋がかっこいい。ほら、見て、これめっちゃかっこいいね。ここが、えっと、花ちゃんの家じゃなくて、ナコくんの家ナコくん、ナコちゃんの家ですね。この子かなナコちゃん。チスチス。ゆっくりお散歩してくださいね。はーい。もうなんか心の余裕が見えますね。私とは、お違いですね。お邪魔しもんぼう。はーい。うことで、おー テデ,ディーベアーでっけえのがあるすげえこれがテディーベアの村ですね。ここはまあカフェ的な感じなのかなお、なんかガチャガチャがある。ピンクあ、色わかんない感じあ、色わかんない感じ <laughs> これなんだ香水的な感じん違うかなんだろうね、これね。なんかあって。じゃあ、右から見ていきましょう。おぉピンク ピンクだね。女の子の部屋。あ、なんかここなしか、いい匂いがしてきた気がする。これ何これ開くあ、開くおおおおおおはいはいはい。お化粧セット的な感じの、<laughs> なんて言うかわかんないけど、コンディショナーじゃなくて、ドレッサー的な感じランプがあって、ここにはこう、ぐるんぐるんってなる、こう、何日チェアって言ったら、ロッキングチェアだっけなんだっけね。こっちでもお化粧ができますね。私。 綺麗。で、ここに入れてと。いいですね。なんか、このピンクで固められた場所、絶対女の子じゃん、ここ。さあ、もう一発目から女の子の部屋に入ってしまってね、気分あやあげの。で、私のね、よく見たらね、髪型もね、あの、ピンクだしね、合ってた合ってた。 さあんここまたこれ可愛らしい。プップルプルプルププププ,プ,プってやつで。これなんだっけこれアイのい,いじゃなくて。あっえな〜い扇風機もまた可愛らしい扇風機。でここにこの子なんだラーミーちゃん。メープルちゃんな。うん。6月15日ふと生ざまれ。えー、も腹部へやれない。せやな。待、ま、ってこれまたこれ。これあれかな僕と契約して魔法少女になってようのやつじゃなくて。<laughs> おお大量のプレゼントが。 アイドルなのかもしんないね。パンレター的なものがいつも送られてきて、そ,そんな感じ さあ、そして左の部屋ですね。ああ、これまた可愛らしい。全部手作り的な設定なのかないや、そういう設定とかもうまくできてるね。あ、ここに作ったやつが置いてあって的な。まあ、それかまあ、裁縫屋さん的な感じすごい。電話がすっごいレトロ。この電話、さすがに私といえども使ったことないんだよね。そしてキャットタワーがある。猫おらんか 猫、いや探せばいいのかな、猫。いなそうね。あ、あくるくる回ってね、他のとこもこれ見る、これね、大事よね。なんもなかった。さあ、そして地下がないですね。地下がなくて2階があります。 さあ、二階は、おーなんかこの辺の、なん、夏のテイスト見るとね、あいかちゃん思い出しちゃうからちょっと怖いんだけども、託児所的な感じなのかなそれじゃあ、下の、あのー、裁縫のところでお母さんが働いて、その間に託児所で、え、子供たちはここで的な感じ。でものこの辺、勉強もできそうな感じもするね。これ何の BGM だ けけ先生、学校だ。託児所兼学校的な感じで、一応勉強も教えてくれますよ。チンチンキんちチン、チ,チンチンチン。はーい、てことでそんな感じでした。ナコちゃんの部屋ですね。ナコちゃんや。ああ、するする。あ、クマ、もう多分だけども、住民全部クマなのかなちょっと見てみようか。ポンチョ、マーティメイ、レ乳ニュー、パッチ、アネーサ、メイプル。メイプルメイプルクマなのかまあ、クマなのかな、わかんないな。 練乳チーズってキュンかわいい口癖だね、なんかね。キュンだってね。すっげ。ソーラーパネルいや。ソーラーはね、今後大事だからね。電気がどん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 高くなっていくからね。ソーラーアウトナイトではだいぶ電気が変わっていくからね。ソーラーを作ったからには隣にね、こう、蓄電池を置いていく的な感じのこともありだからね、まあ。蓄電池結構高いからね。この辺いつ導入していくかっていうレアメタルだね。なかなか。ってことで、ソラ君の家に入りましょう。お邪魔しまんぼー。 おー、空くんの家、フラダンスしとる。ベンベロ弁当。あ、あ、動く、止まるんだ、これね。ちょ、私もフラダンスしよう。こんな感じあの、ちょっと、いやらしい。ま、基本的にはね、ハワイアンな感じだね。ここでこう、ね、なんつーのフルーツジュース。<laughs> <laughs> 名前なんていうかわかんないけどそんなもんあったりとかしてねえ,え右の部屋もなくて左部屋もないあそんな感じにねこういう感じあピクミンがある引っこ抜かれて戦ってまた食べてえそうチコを おおこれは、なんだまあ、宇宙的な感じで、これ何なんだあ、あ、プラネタリウム的な感じこれでプラネタリウムを映してますよ的な方法これも電気ね。はいはい。で、宇宙ステーションがあって、ロケットがあって、宇宙服があって、これは、 なんだっけ星座儀みたいな感じなんかね、地下にあえてこういうのを作るというね、逆転の発想。な、なんていうのかねすごい。オシャレ的な。さあ、そして2階ですね。おー、あ、サッカー観戦してるね。まあ普通に単純にクマさんが好きな空くんの家。空くんだっけうん、そんな感じだよね。これはタイプライター そして、ちょっと待って、枕が2つありますよ。これは、ね、女の子連れ込んでますね。はーい、ってことでね、ここがね、ソラん ね、ラくんの家。そらくんの家ですね。女の子をね、ナコちゃんを連れ込んでる的な感じのそらくんの家でしたね。えー、そして、あと最後、右下に、花ちゃんの家がありますね。そこに行く間に、ちょっとね、村を見ていきましょう。これ、あれだ。電車だ。なるほどね。これ、線路か。はい、はい、はい。そういうことね。あ、そして、来ましたね。花ちゃん。チスチス。あめあめふれふれ、母ちゃんが、にゃろめでお迎えうれしい。 なんでね入りまししょうお邪魔はーいということでおお今度和風ですねこれはねケケ民謡ですこれはねケケ民謡春のかレれびなんて書いてあるこれふふふ,ふあそしてこれなんだこれ電子手帳的な感じにしたらでかいかアップル的なアップな,なんていうのかねまあパソコンだよね いやー、和だね。完全なる和。そして2階も和ですね。お寿司屋さんだあー、寿司食いてー卵と、マグロもある。マグロが見え当たらないで、こっちはこっちでまた別のね、フグな感じがするね。タイがここにいるからタイなのかなわかんないな。<laughs> あ、そしてこっちにもまたあって、イクラともあって、ここには一気作りがありますね。あ食べたい。 はーい、ということでね、花ちゃんの家でしたね。もうなんかまさに女の子が作ったような、そんな感じはもう匂いがね、もういい匂いがした。もうすべての家がいい匂いがした的な、そんな感じのね。お、金がある。 あー、法隆寺だね。あ、法隆寺だっけ <laughs> で、ここには花があって、ハンモックがあって、あー、ここではソーラーもやっといてね。ソーラーじゃなくてなんだ風車か。風車もあって、ソーラーもあって、結構こう、ね、独立してね、やってるね。で、君誰だい本庁どこのどいつか知らないけど、楽しんで行ってくれクシュッ絶対最後にね、米マークがつくんだね。可愛らしい。 もう全体的にね、可愛らしくていい村ですね。もう私はここまで可愛らしい村ちょっと作れないから、もうちょっとかっこいい感じで作っていくかわかんないけどね。ってことでね、今回はね、こちら、夢のテディベア村にやってきました。ぜひ皆さんもね、遊びに行ってください。ってことで、 次の村に行きましょう。はい、ということでね、テディベア村でね、検索してみました。この中からね、次の村見ていこうかなと思います。めちゃくちゃたくさんあるね。ちょっと今見た中でちょっと気になったのこれ。ママ。お母ちゃんがね、やってる感じのこの村、これ意外といいものがあるんじゃないかな、ね、て、気なね、感じのことあると思うんで、これママのところに行ってみようかなと思います。はい、ということで、ママさんの作ったテディベアに行ってきます。 はーいってことでこれは期待ができそうな感じではないですが。でどーんこれは これは <laughs> と,とりあえずね、とりあえず、これでね、あのー、これ取っといてと、はい、オッケーすごい上の方に家が集まっておられるね。前デザインも貼ってあって、前デザインがさっきのとちょっと似た感じ。あ、あら、かわいらしい。えと、ワール、チーズ、チーズ。うん、わかりましたよ。あ、じゃあちょっとね、村を見ていきましょう。まず、こんな感じになってますね。左上から、まーくん、じゃあね、まーちゃん、くーちゃん、パパとまんま、あら。 家族でやってるんですかねこれね、ちょっと、ほのぼのするじゃないですか。せっかくだから、あそこ、もうすんごい量の、これなんだっけ、美味しいなんとかがありますね。うわぁ、綺麗なぁ。すべてをマイデザインでしっかりとね、埋めていく作戦ですね。多分だけど、ママが一番やってそうなんでね。あ、ママ、ママ、ママチスチス。チース よろしくせやなーこれパパかなパパチスチス。よしく <laughs> せやなーあじゃあ一番偉大のね、くーちゃんだっけまー、あ、ちゃん。まー、あ、ちゃんか行きましょう。まー、あ、ちゃんの家にお邪魔しまーす。 ま <laughs> <laughs> ーちゃん。もう私の予想だけどね、推定年齢。まあ、4歳かな、きっとね。まだ、まだできない。まだできないのまーちゃんね。続きまして、くーちゃんの、あ、なんだかちょっと、嫌な予感が、おーい、うおー、いたあ、これがあるく <laughs> ーちゃんだね。くーちゃん、チース、チース。よしくー。<laughs> それは変わらんね。 まあまあまあ、ここまでは前座ですよ。メインはやっぱママだと思うからね。まーちゃん、くーちゃん、あとお父ちゃんまではね、そこまではね、がっつりやってない的な、まあちょっと期待せずにちょっと入ってみましょう。<laughs> ちょっとずつ、ちょっとずつアイテムが増えていくお父ちゃん、このね、机があっ で、一応ね、タンスもね、できましたね。タンスというか、ロッカーというかね。あ、うん。まあ、次、次、次。はい、はい、はい。次だからね、大事なのはね、こんだけね、村全体をこうやってね、前デザインで敷き詰めてるわけだから、お母ちゃんはもうやり込んでるでしょ、きっとね。これだね。あ、できてるよね。二回もできてるからね。よし。ってことお母ちゃんの家にお邪魔しまボぼ。 おーさすがお母ちゃん <laughs> お母ちゃんは違いますなおおでっかいクマもいて。すごいすごい、クマが全部揃ってるね。ナミちゃん、クマちゃん、プレちゃんだっけなな忘れてたけどね、そんな感じのが一定的な感じ。でも、左とか右とかの部屋はありませんよっていう感じね。じゃあちょっと下行ってみましょうか。 はいはい。あ、なるほどね。すごいなんか綺麗に育てていい感じ。このジャージみたいなことなんだろうね。そしてやっぱこのプレゼントがあるんだね。このプレゼントはやっぱ熊関係のものである的な感じなんだ。あ、そしてプロミスじゃなくてアイフーじゃ、なんだっけこれね。クーちゃんがいるわけですね。で、こっちにもまた別の犬がいて、テレビつけましょうか。やめてやめてやめてやめやめはやめやめ で、ここに DS じゃなくて Wii U があると。無人とダッシュズゲームが入ってると。おー、で、これは ?NewsDDSLLHHD などぶぞもにパネポンが入ってると。なるほど。さあ、そして2階。うん、2階はキッチンがあるのね。なるほどね。なんか、すっごい、ここら辺めちゃくちゃなんつーのかな最新のものがそうという感じがするけど、冷蔵庫だけすっごい旧型。 ああ、なるほどな。そういうタイプなんだな。で、ここにもクマがいると。これ多分あれでもね、リメイクしてんのかな色が違うのは。あ、ちょ、私もクマ色々リメイクしたりとかしてみたいね。はーい。ってことでね、ママさんの家でした。とりあえずね、まあやってんのは間違いなくママさんだね。チーズチーズうん、せやな。ポム、ポムポム,ポムプリン的な感じがね。 村の発展サポート、なるほどな。でも、ママちゃんが全部これをすべてやって、一応お父さんと娘息子、娘娘の家もあるけども、まあ、基本的にはあんまやってない的な、もうなんかそういう家庭環境がね、わかる。それが動物思いですね。ってことで、今回はね、夢のテディ村、こちら、来ました。次の村、行ってみよう。 はい、今度は逆にね、テディベアくんが住んでるところに行ってみようかなと思います。ハッピー村、ムーちゃん村、いちごチョコ村、こんなカカー選べていくま、ね、今回はハッピー村行きましょう。ハッピー、ハッピーな感じにしましょうね。じゃ、もう、そうそうね、動画時間も長くなってると思うからね、ちょっとね、サクサクと行きましょう。ってことで、ハッピー村に行ってまいります。 はーい、おはようございます。お、マイデザインが貼ってありますね、あそこに。チースチース、ハッピー村です。さあ、どんな感じか。でどん。お、家が1個ありますね。テディベアくんの、テディベアちゃんの家があります。うーんと、枯れちゃって 出るけどこれは冬的なななな感じのの意味なのかか多分わかんないけどねあ、すごいすごい、ピラミッドがある。<laughs> ピラミッドはだけたャンプ場があって、基本的にこういうね、ものの周りにはマイデザインが発展的な、そういう感じか。おー、宮殿だ、すごい。あ、なんか物がたくさん落ちてるぞ、これなんだこれ。ででどんタコちゃん、チェア、シンボルツリーの時計、木の魚トロフィー、エアコン、蓄音機、ピーチの服 M、ハサミクロック、うん 全然いねねかんんそしてなんだこの子シルエットちゃんもうこういう可愛くうちも欲しいんだけどねこの子なんだこの子は優さおなはいはいよしそれじゃあねちょっと入っていきましょう周りのこのね見た目的な感じからするとね添えないでかなりいい感じのね家になってると思うからねお邪魔しまんぼ お思ったよりもめちゃくちゃ綺麗すげー卵だねイースターだここにぴょん太郎いるもんねチスチスぴょん太郎うん生麦生麦生卵オッケーよこの奥に行きたいんだけど奥には行けないようになってんだねちょっと右行きましょう、右ねはい、右はさ、あ右は今度クリスマスだねそういう感じのイベントもののやつがいっぱいこう集まってる的な感じになってんだねこれつくあ 綺麗。さあ、そして左ですね。左は <laughs>。これ、いろりでいいのかないろりがある中、なぜかここ、走ってるコース変えられるやつね。扇風機があって、和風でいいのかなキャットタワーがなぜかあって、さあ、その隣にはスカイツリーがあうと。あ、それトイレもありますね。あ、そして、お面がある。<laughs> 怖ーい。刀とかもあって、この曲んですか 結局、ファンクなるほどな。これ、これね、これ。これなんだかわかんない。あ、あれかなあの、お相撲さんが、行進の方が持つ、あの、ね、センス的な、センスじゃないけどね。なんだっけね。さあ、そして、地下おー とっとっと、すごいこれはなんだ雪の結晶雪だるま関係のものがあんのかなこれ何の歌ですか結局アイドルなるほどなこの子はこの子がアイドルの顔あ、上の子が見たかったんだ、私はね。整えるとやっぱ綺麗ですね、すごくね。虫りのやつもあるね、これね。魚だけじゃなく虫りのトロフィーもありますよ、と。 さあ、そして2回、おははははは。さあ、最後はピンクでね、揃えてみました。よと、なるほどね。この子は何ですかナディア、ナディアくん、カモシカのような足。そしてこっちが、チャックの裏には、負けるが勝ち。うーん、なるほど。おー、そして、いますね、ここに。て、ティピアちゃんだね。て、ティピアちゃん、チーズチーズ 発生の余熱一の3何言ってるか分かんない。